皆さん聞いてください。今日ディオールのリップ落としちゃったんですよ。あちゃー、あちゃんです。チャコンチャカチャ、つんだところに置かせてください。あ、今日好きな過去の話、あ、でも終わってからか、それは。あ、じゃあやります。質問コーナーをします。イエーイっていう声入るんですか？パパって言ってるんですよね、今。あ、兄弟いますか？一発です。お兄ちゃんとめっちゃ仲良くて、最近あのお兄ちゃんに言われて衝撃だった話が一つあって、私お兄ちゃんの目の前でメイクしてたんですよ、こうやって。ねえねえ、そのさ、目にちょって出すのは何なの？アイラインのことをはみ出てるよみたいな感じでお兄ちゃんに言われて、それはみ出てていいのみたいな、正解なのみたいな、大丈夫って言われて、えっと思って、え、男の子ってみんなそう思ってるんですか？目尻をこうやってピッて線描くことを、えぇ、ー、これはアイラインです。これはなんかはみ出てる。違う、全然違うんです。これは目が大きくね、見えるようにやってるんですよ。次、今日好き出て変わったことは何ですか？あー、なんか地元歩いてても声かけていただけるようになって、この間初めて女子高生が自分に会って涙を流してくれて、喜んでくれて嬉しかったです。心がすごく温まりました。なんか変わりましたか、私？性格的には。あ、本当ですか、よかった。まあ、性格があんまり変わらないようにしてます。してるだけなんですね。いや、してるっていうか気をつけてます。なんかそのあんまり、うわー、なってるのかな、じゃあ初心の気持ちを忘れないように心がけてます。でもそれ大事ですね。大丈夫ですか？それ大事です。大事ですか？でもなっちゃってます。いや、なんかたまに考えるんですよ、なってないかなって。最近の自分を安心します。大丈夫だったって。でもなってたら教えてください。本当に1年ぐらい前まではなんか自分のことを表に出すのが苦手だった時期だったんですよ。だからインスタも鍵アカだったし、フォロワーも150人とか200人とかしか、周りの子しかいなかった時があって、もうそこからだったらすごい変わったなって思います。自分のことを見てもらうようになって自信がつきました。うん、はいはいはい。まああんまり自信ないんですけど、まだ、まあ、でもすごいできることをしたのでちょっと自信がつきました。次、暇人ですか？めっちゃ暇です、私。え、めっちゃ暇なんですよ。休みの日の過ごし方なんですけど、まず12時くらいに起きて、今ハマってるのは進撃の巨人なんですけど、18時まで見てご飯食べてお風呂入って寝るっていうのが私の休日の過ごし方です。あ、そういえば最近スケボー始めました。なんか待ってたんすか？自分の右手を見てもらえますか？一番長いのは何指ですか？中指。え、中指以外が長い人っているんですか？いるんですか？中指が一番長いです。あ、実はカメラが回ってないところで暗かったりしますか？あの、家では暗いです。暗いっていうか、なんか小さい頃はよく家族にいっぱい話しかけてたんですけど、家族が返事をしてくれなくなって、その時ぐらいからもう話しかけるのをやめました。あ、返事してもらえないって、冷たい家族じゃないんですけど、私がしょうもないことしか喋らないから返事してもらえなくなっちゃって、だいたい自分一人で喋ってます。だから外でいっぱい喋っちゃうのかも。あ、でも友達も3回に1回ぐらい自分、私の言葉を無視します。疑問系で喋ってても無視されます。5回に1回か、あ、3回に1回だなのレベルで、あの、返事が返ってきません。どういうことでしょうか。いや、でも本当にみんななんですよ、私の周りみんな。聞いてるって言うと、ん？って言って、うんって言ってからもう1回言うじゃないか、したら、うん？って言うんですよ。え、待って、それ何なんですかね。よくあります。周波数違うんじゃないですか。足りてないのかな、あの、地震。あー、はい、次行きまーす。旅の裏話、これダメか、鼻水出た。思い出して一個だけあるんですけど、金木犀編の時にあのジェットコースター乗ったんですよ。すっごい怖い速いジェットコースターに乗ったんですけど、こんなんになってカメラはここについてたんですよ。で、ついた時に髪の毛がこんなんなってたんですよ。でもここですぐ直しちゃいけないって頭が働いて、しばらくこのままでいたんですよ。そしたらなんかうまくこう拾ってくれるかなって思ったんですけど、スルーでした。なんかそのシーンは流れたけどスルーだったんですよ。一人でめっちゃ恥ずかしくなりました。なんか
面白いと思ってやっちゃった自分がいて後悔しました。恥ずかしくなりました。思い出すだけちょっと見てくれません？がっつりもうこんなわさってなってるところでフリーズしたんですよ、ちゃんと。そうでもない、こうです。ですよね。自分が思ってた以上に自分でもそうでもなかったです。じゃあ今のはカットで。いや、カットはしないです。え、カットしてください。次、友達とよく遊びますか？友達とはめっちゃ遊びます。5人ぐらい大好きな友達がいて、その子たちと月に絶対1回は会ってます。地元が同じ子とか、小学校が同じ子とか。地元が同じやないかい。友達の友達っていう感じで会った友達とも今はすごい仲良しです。そういうことです。すごいです。友達の友達は友達って大好き。そういうことじゃないです。普通にご飯行ったりとか、あとはパリピー。そんな感じです。すごい顔してますね。プライベートの話でも使わない。めっちゃブスだ。さあしよう。あ、束縛はしますか？恋愛感の動画でもお話ししたと思うんですけど、あんまりしません、あんまりしません。以上。しようと思わない、行かないでっていうよりはいいんじゃないって言っちゃう派だから、あんま止めたくない。なんか2人でご飯行ってくるだったらいいんじゃないですね。みんなで遊んでくるだったらいいんじゃないですね。女の子を2人で旅行行く、うわ止めますよそれは。ちょっと、いやダメでしょそれは。どうやって止めるんですか？ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんもう一回言ってって。まあそれでも本当にその気なら今ぶち切って無視作戦です。あ、基本無視です。怒ったら、あ、そうです、怒ったら喋りません、基本。うん、なんか怒る時はあります。でも基本的に怒ったら既読無視してみたりとか。既読無視はあんまりしないかな。返信しないとか無言になります。どうするんですか？あっちから来るの待つけど、いつも大体来ない。いつものテンションで喋ってます。もまあ声に出して怒ったらめちゃくちゃ怒ってるってことです。あったかしら、あったかしら、おかしら。目の前に3匹の子豚がいます。食べますか？食べません。赤ずきんやないかい。あ、甘えます、甘えますよ。あ、甘えたりするんですか？甘えます。なんか恥ずかしいじゃないですか。人前ではあんまり甘えないですね。これ言うのも恥ずかしいな。やだー、言いたくない。やだー、言っちゃった。そんなキャラじゃないんです。甘えるようなキャラですか？キャラ関係ないです、本質がある。そうです。いや、素だと思うんですけど、これ須田まさきさんですね。これ須田まさきさんですね。これは須田まさきさんです。面白くないっすよ。ねえ、本当ですか？その方が言ったんですよ。なんかあったかしら、おかしら。ファーストキスいつですか？ちょっと待って。あーと中3です。恥ずかしい。待って、え、これ恥ずかしい。ちょっと待って、本当にこれ使うんですか？演じ系リエリエ成立すると思いますか？成立すると思います。好きだったらどんなことも乗り越えられると思うので、毎日連絡を取ったりとかしてれば、たまに会った時の感動はとってもとっても大きいと思うし、また次会う時まで頑張ろうって思えると思うので、成立するんじゃないでしょうか。恋愛したことない人ですか？いや、でも恋愛経験そんなに豊富じゃないので。なあ、なあ、なあ。やーだー。大丈夫っす。あー、難しい。やります。はい、そのままねします。これトトロで、メイちゃんがお花屋さんごっこをしてる時のモノマネをします。やりますね。一発でできるかな。やりますね。あなたトトロっていうのね。この辺にぶら下げといたら気になって仕方がなくなっちゃいそう。みんなあ、いいんじゃないですか。しれっと何も言わずに。
なんだっけこれ。あ、そうだそうだ、ちょっと待ってくださいね。あ、皆さん聞いてください。今日ディオールの